こんにちは、お肉です。ということで今回ね、NiziU の新しい情報が出たので、ちょっと皆さんにお伝えしていこうかなと思います。ということで今回ね、何が起きたかと言いますと、なんと NiziU がね、また韓国の授賞式に出るかもしれないよってことをお伝えできたらなと思います。ということでまずですね、NiziU が何に出演するかと言いますと、ASEA っていうアジアスターエンターテイナーアワーズ2024というものに出演すると言われております。で、それがどんなものなのかっていうのをちょっとね、動画でありましたので、ちょっと一緒に見ていけたらなと思います。 2024ASEA、 今まで見たらで、韓国で一番のエンターテイメント授賞式、 K-POP はごめん分かんなかった、これそれの授賞式が ASEA、 ペンドゥがアーティスト、ペンとアーティストが花で最後最一つの最高のになる、このやつ、世界で一つのアジアスターエンターテインメント4月、お待って待って、大事なことあった、4月10日の水曜日にこの ASEA っていうのが行われるみたいです。はい、でこれがね、どこで行われるかというと、なんとこちらにあるんですけど、じゃん、イルボン東京って書いてあるので、日本の東京ですね。でこの ASEA っていうものが行われるみたいです。はい、すごくない？はい、今回ジャパンらしい。でまだその場所とか決まってないみたいなんですよね、このイベントが。でこのね、授賞式がどんなものなのかっていうのもね、ちょっとホームページに軽く書いてあったので見ていこうと思います。はい、でこれがねホームページなんですけど、これがね受賞候補っていう風に書いてあって、それがニュジンス、ニジュー、ドボイズ、ライズ、ルセラフィム、V っていう風に書いてあるんだよね。でね、これね、分かんないのが、この人たちが必ず出るのか、受賞したら出るのか、ちょっとねそこが分かんなくって。そしたらさ、 BTS さんも来るってことじゃん、 V さんが。ちょっとそれ、 V さんって今平気じゃないの？ちょっとごめんなさい、うちあんまり詳しくないんですけど、うんって思うし、ちょっとこのメンツすごくない？みたいな、本当に激アツメンツじゃないって感じですよね。でしかもこれがファンモートなんで、ファンの投票もここでできるみたいなんですね。なのでそれで選ばれたならなのかちょっと分かんないけど、あ、でもチケットって書いてあるんで、まあこれに NiziU出るんだろうね。ちょっと準備中、あ、まだ投票もできないみたいですね。なのでちょっと本当にこの ASEA っていうものがやるよっていうことだけ、はい、書いてあるみたいです。はい、なのでアジアスターエンターテインメントアワーズっていうものに今回 NiziU が出るっていうことが決まりました。はい、ということでね、私これがねどんなイベントなのかがちょっとまだ分かってないんですけど、でもまあ韓国で一番のエンターテインメント授賞式だよみたいな書いてあったので、まあ、このねメンツ的にも、いや、ここに NiziU がいるのやばくないっていうぐらいの本当にすごいメンツだと思いますし、日本で今回やるということで、もしねNiziU が出るってなったら、皆さんもすごく行きやすいものなんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、ちょっとこれね楽しみにちょっと待ちましょう。情報を、まだ投票とかも始まってないし、場所も東京としか言われてないので、ちょっとどんな風になるかっていうのが分かんないので、ちょっと皆さんにちょっと今回ね感想だったりとか、まあ分かる方は NiziU がどうなってくるのかなっていう、これ出るのか、投票で受賞したら出るのか、みんなの中で一つを決めるのか、他にも候補がいるのかとか、ちょっと分かんないんで、ちょっとそこも楽しみに待てたらなと思います。ということでね、NiziU が今回この新しい授賞式に出演する、この前も私プサンで授賞式行ってきたんですけど、新しくねまた授賞式に出演するということで、すごく楽しみなので、皆さんの感想をコメントに書いてみてください。そんな感じでまたね、NiziU の最新情報とか NiziU についてたくさん動画を出していきますので、よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。